皆さんこんにちは。動画見に来てくれてありがとうございます。今回はもう青鬼オンライン、うさぎの試練やっていきたいと思います。うさぎの遺跡だね。もうね、俺ね、今ね、やってないんだけど、やりたくない。正直言って。いやね、今ね、このボスうさぎのスキン使ってんだけどさ、いやー、正月、これやった記憶あるんだよね。で、これしかも俺の記憶が正しければこれ鉄球来るよね。やりたくないんだよね。来るよね、多分来るよね。ない？ OK？ あ、鉄球ない。優しい優しい、優しくなかった。優しい、優しくない、全然優しくなかった。一つも優しくなかった。でもこれね、あの鉄球がなくなっただけどね、だいぶ優しいんですよ。ああ、そんなもん逃げられないからね、ボスウサギ。はい、皆さん、私ね、早くもですね、もう、わりかし諦めかけてきてます。いやね、無理なんだよ。無理なんだよ。この速さのゴリラゴリラをかわすのは、ほら、もう無理。もう、まあ、ちょ、ああ、もう、ああ、ああ、すっごい。ああ、すっごい。ああ、すっごい。ああ、耳の感度すっごい。ああ、さあ。おばあちゃん、おばあちゃんね、あの、ほら、おばあちゃんそんな、いきなり縦だけ速くなったじゃん。ああ、危ない。危ないよ、おばあちゃん。おばあちゃん、ああ、そんな行くの早いの。おばあちゃん、そんな行っちゃうの早いんだ。そんな行っちゃうの早いんだ、おばあちゃん。おばあちゃん、すごいって。おばあちゃん、おばあちゃん、すごいよ。行っちゃうの。行くスピードが早いって。おばあちゃん、あー、やばい。あー、ここはね、そういうのはね、良くないよ、おばあちゃん。さあ、ゴリラゴリラのおばあちゃんの、この、ビンビンの感度をかわしていくぞ。こっから行ってって。で、ここで来るよね。いやー、もうやめて。もうやめて。逃げさせて。あ、ダメ。おばあちゃん。おばあちゃん。でもちょっとなんかいい感じだったのが信じられないよ、おばあちゃん。いや、一番ね、これで理想なのが、そうなんだよね。ここ行って。いやー、ちょっとね、今のもね、ああいうことやられるとね、心折れちゃうんです。これこっち行くよ。で、これで駆け抜けてればわりかし安全ではなかったね。ちょっとね、まあやったからにはね、本当にね、あのこうやってね、まあプレイしたからには本当に最後まで責任持ってやりますけど、よ駆け抜けていく。で、ここら辺で1回来るから彼に避けて OK。 いいよ、このパターンさえ分かってればなんとかいけなくもない。で、こっちずらっとしかこのさ、横の画面外から来てさ、いや本当にあの人の反射神経で避けられない速度で来るのマジでやめてほしいんだよね。本当にマジで、あ、見えたと思う。見えたって思ったらもうやられてんだもん。もう、不可避の速攻であるよ、本当にもう。音を置き去りにしてるんよ、お前、この遠くはさ、本当に。ネテロもびっくりだよ。さて、こっち行ってて、あひや。ぶち殺すよ、ということ。あと一個。あと一個だよ。ほら、あと一個だよ。あと一個だよ。あと一個だよ。もうクリアさせてくれ。ここで、くそったれ。いや、それでね、みんなね、こっからで、ね、そんな失敗してんだったらさ、別の方法やればいいじゃんとかって言ってんだけど、ちゃうのよ。これね、何回か、まあ、これはやばいね。言ってるんだけど、これね、弾の軌道がある程度一緒だから、そう。一定のルートを一定の感覚で覚えちゃった方がね、結構クリアできることがあるのよ。だから、それを狙って今やってんだけど、でもね、
ほぼほぼ必ずと言っていいほど、すべての鍵のところに行かないとクリアできないような仕様になってるから、それがマジで勘弁してほしい。よいしょ。さあ、ゴリラゴリラが、オッケー、これで全部コンプリートだけど、こっから目に見えない、この攻撃をかわしてって、よし、行け、もう行け、もう行かせてくれ、頼む。ボスウサギは嫌だ。よし、クリアー。心が折れる前にクリアしてよかったよ、マジで。いやー、無理よ。やりたくねーよ。丸を助けてよ。俺はもう、なんか、この、これから上のステージをクリアする自信はねーよ。水神竜なんて俺、6時間とか7時間やってたんだぞ。はい、こんな感じでね、これからも、ちょっと次回はね、正直言ってもう、クリアできる気がしないので、多分、ニケちゃん、雷神まではできるかな。ちょっと、できるところまで頑張るけど、ニケちゃんになった時には、本当に勘弁してください。許してください。こんな感じで、これからも動画投稿していくので、これからも見に来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。あー、きつい。